イギリスとフランスが一触即発に軍艦派遣現在、エイフス海峡にあるイギリスのジャージー島において、フランスの漁船が100隻以上集結しようとしており、この島の港を封鎖しようと画策しようとしている模様です。これを受け、イギリス政府は軍艦2隻を派遣すると発表、フランス側も最低でも軍艦1隻を派遣し、 さらに、イギリスの島に対する電力供給を遮断すると、同化していることが明らかになりました。この問題、イギリスが EU から離脱したことによって、フランスの漁船がイギリスの海域で漁をする際に許可が必要となったため、フランス側が反発しているようでございますが、そもそもイギリスの排他的経済水域であれば、 当然イギリスが漁業権を持っており、フランス側に対して合法的に規制を実施できる根拠がございますので、このようなフランス側の恫喝行為は、まあ、例えれば中国と同じような行為であり、このまま恫喝が続けば当然イギリス側には対抗措置を発動する 権利も生じてもありまりす今回の問題、イギリスの EU 離脱で発生しておりますので、フランス側の外交努力が足りなかった結果、発生した問題であると言え、原因はフランス側にあるんじゃないでしょうか。この EU 離脱に関しては、日本政府も問題が発生しないように、 外交努力で速やかに経済協定を締結し対応しておりましたがフランスにおいては、まあ、そういった努力が足りなかったと言わざるを得ませんのでまずはフランス政府にはイギリス政府に対してイギリス側に対してこのような恫喝行為を速やかに停止していただきこれでは 中国政府、中国共産党が引き起こしている悪行とほとんど変わらないような事態になってしまいますので、ぜひともフランス政府には、まずはこのような恫喝行為を直ちに停止し、またイギリス政府との外交を行い、イギリス側が納得できる形で フランス政府として法に基づき厳しく対応していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。